<laughs> 韓国大統領決まるらしいよ。次は親日だといいね。かけてもいいです。まずないです。あの別にその韓国が親日反日の国でやるというわけではなくて、あのどの国でも経済がうまくいってないときは周りの国をディスる人を選びがちなんですよ。要はその経済を良くするってすごく難しいじゃないですか。でもあの国良くないよねって文句を言うっていうのってコストゼロでファンが増えるんですよ。 だからあの日本でもなんか、なんか、三国人って言ったりとか、そのなんか、韓国をディスったりとか、中国をディスったりするっていう政治家がいるんですけど、あれ、簡単に、その右翼票が手に入るから、めっちゃコスパいいんですよ。で、あの、なんか、僕は千鳥ヶ淵に行った方がいいんじゃないかな、派なんですけど、多分ん、靖国神社に参拝をするって、あの、なんか、数時間、なんか、とりあえず、あの、市街のなんか、神社に行って、お祈りするだけで、ファンが増えて、投票が増えるんですよ。めっちゃ効率いいんですよ。 なので、あの、ナショナリストに対して、そのアピールをするっていうのは、実は効率よく票を得られる手段で、その普通に経済を良くして、国民を幸せにしようっていうのってなかなか難しいので、なので、あの、経済的にうまくいってない国って、割とナショナリスト。 に、あの、その、焚きつけるっていうのをやりがちなんですよ。で、韓国じゃ、今うまくいってる国ですか、うまくいってない国ですかっていうと、結局経済的にあんまりうまくいってない国なので、そうすると日本ディスってて、あ、なんかこの人だったら、なんかちょっと自分たち気持ちよくなれるかもっていうナショナリストが支持してくれるってことになるので、なので、新日の人が大統領になる可能性はほぼないと思います。はい。